スポーツ全日本モトクロス、予想大会でございます。ございます。ございます。雨の子、お疲れさんでした。いやー、よかったですよ。開幕雨でしたけど、面白かったですよ。面白かったです。マジで。はい、大会がありました。あの、巨匠の、ね、久しぶりの映像でね、おじさんもよくわかりやすかったです。景色変えた感じで。いや、いい感じだと思いますけど。まあ、私は行ってなくて見てただけなんですけど、お二人に、こう、良かったとこなんかを言ってない。もうね、夢があります。はい。夢があります。女さんの夢。何ですか、それ。夢がありました。それはどういう意味？まあちょっと焦点を絞って言っちゃうと、うん、IA1 のヒート2、うん、小島選手と成田選手がやり合ってみたいな、うん、で、2位が小島選手、3位に田中選手、この2人がね、今後どうやって絡んでくるかが問題だと思います。あ、IA1 のね。はい、それではまた来週から違いますよ。じゃあ振り返りましょうか。まあまあ、はい、予想も予想いきましょうか。予想は当たったのか外れたのかってことで、こうです。ダダン、来た子、来た子来ましたね。まあ本気でやればこんなもんでしょ。本気でやれば本気でやればこんなもんでしょ。本田さんは何を当てたんですか？成田さんがピッキンってことで。ああ、まあでも土曜の段階ではそんな調子が良くなくて。そうなんですよ。まだね、骨折したところが痛いっていう話だったんですけど、いざ決勝になると強い。だからキングなの。でもね、土曜日あれですからね、大島さんの大予想した熱田選手が予選1位です。ものすごく調子よくて、俺もこれ今回はいただきました思ったんですけど、俺もあなたたちのフェイスブック見てて、はい、やべって思ってました。やべ、まあ、これ今年俺一発目から出るわと思いきや、いや、まあ、なかなか、はい、面白い展開です。 IA1 のすごいところってことでね。はい、IA2 の方で当ててますからね、富田俊樹選手。だってユースケだって2位だったよ。あ、そうなんですよね。トラブルなかったらいけたんじゃねって感じでしょ。僕のあのね、予想した馬場君はあれですか、ルーキーで1位ですから。おー、欲しいですね。金の半分ぐらい金の星、金の星5個集めると金の星、金の星めんどくせえからやるな。めんどくせえから。僕、レディースの畑尾樹里選手来たね。当たりました。なんかもうやたらとあのタイ行った人たちで表彰台締めたとか。3位の子はすごいね。長い歩選手ね。はい、3位に表彰台、今まで入賞もなかったんですけど、入賞を一気に飛び越して一気に、まさにデブヤハートだね。メカ違うけど。いや、びっくりしたよ、間違えた。いや、違う鈴木ですか。違う、なんかでも超えるっていう意味でさ、デブラストラックまであれですよね、しのぶさんが。そう、伊集院しのぶ選手が。マジそう、そう、はい、フォローもレベルハートね。ドラマがありますね。マジそう、はい、L1 だと思いますね。L1 で詰まったりとかまってしまって、まあ、九州ダメって言ってもとんでもないってことが多かったけど、今回ね、やっぱこう予想された分だけおっしゃる皆さんとコースディレクターの方々がかなり努力されてて、あの程度で済んだところはすごいよね。まあ、ショートカット、全クラスショートカットからの5分短縮っていう判断が結構日曜日の早い段階でこうやって出たんで、まあ、大きなスタックとかもなく、まあ、レースは進行されましたね。はい、まあ、この季節はこういうふうなことが起こり得るということを考えたら、こんな感じだったのかな。ですね。なんかあと、なんかいいなと思ったことありました？夢以外に。いいねって感じ。なんていうんですかね、どのクラスに行った？まあ、なんでも。全体的にですか？全体でもいいし、どれでも。まあ、予想してない、ね、ジュニアクラスなんかは、テグリ君が。テグリマー君っていう。全く予想の関係がジュニアクラスで。早かったです。あ、でも、IB で、岡山大輝選手が、はい、よかった、優勝して。あと鳥籔君だってさ、はい、まさにあの、はい、いつもさ言ってるけど、あのフロンティアでいつも頑張ってるこれ、はい、本当にだから鳥籔君みたいな感じになってした。なんか新しいスター生まれそうだね、フルポイント戦が。面白かった。あとやっぱ浅井亮太君15歳、お早かったですけど、圧勝でしたね、井亮君が。彼なんか来るんじゃないですか、この後。なるほど、はい、ナウイです。なるかやめて。で、これは、メーカー別今回やってます
けど、はい、これメーカー別ポイントランキングっていうものを作ってみました、はい、海外なんかでよく出ますよね、はい、マニファクチャラーってやつですね。ああ、そうです、はい、まあ、本田さんが290ポイント、はい、うん、これ IA1 と IA2 のこれも、これ正式でこういうふうなことを IA1、IA2 で出していいって、そういうのじゃないの、正式だというか、まあ、うちのあダートスポーツっていう計算なんですけど、そうそうそう、僕、鈴木さんが思ったよりすごいなと思ったんですけど、でもあなた好調だって言ってたじゃん。はい、まあ、そうなんですけど、あの台数がトップライダーだけじゃない部分で結構こう厚くポイントを稼いでる。台数対応、ああ、なるほど。ホンダはもう圧倒的に多いですから、台数、はいはい、で、ヤマハさんと鈴木さんで100ポイントぐらい差があるんですよ、うん、それは結構意外だなっていう。大丈夫だよ、ヤマハレブやハートがありますね。大丈夫、川崎さんもちょっと頑張ってそうですね、ちょっと IA1 の KRT の2人がちょっと今回沈んでしまったので、それが大きくポイントにね、ちょっと現れちゃったかなという。 KT は2人でこのポイントですね。おー、頑張ってますIA1 の期待選手と星家選手だけですすごいね、頑張って。 IA2 には今年 KTM ライダーこの時はいないんで、あら、まあ、それ考えるとコストパフォーマンス高い。コストパフォーマンス高い。いや、本当そうですね。もうマジすごいすごい。はい。あとカイロリオンならもうここまでです。カイロリオン。またそれ自分の声になる。100ポイントそれじゃあゲームだ。じゃあ予想の方行きますか。はい。第2戦。第2戦は4月の18、19。オフロードビレッジ。実はですね、今日のこのね。はい。収録の前に私会社ばっこり寒くて見に行ってきました。しかも2日2日も、ね、え、昨日もですか。昨日も 2days じゃないですか。 2days ばっくり、まあ社長にバレたくないじゃないまあそんな感じで見てきて、はい、昨日はねほとんど寒さと雨のために、はい、ほとんどの間乗ってなかったですね、はい、なんとだって俺がそのカーボに向かう途中のセブンイレブンで成田明さんに会っちゃうぐらいな、もう撤収してた、もう撤収な感じだったので、で、今日見てきて、今日もね、行ったのはやっぱりちょっとお仕事あったり、2時ぐらいから入ったんだけど、はい、キング成田が走んなかったみたいなんで、いや、ほんとほんと、僕が行った時のセッションは全然走んなかったし、はい、いた人に聞いて、今日なんか着替えてるけど走ってなかったみたいですって言われたんで、まあそれはなぜかなっていうのが一つあったんですけど、でね、今回の川越の一番のポイントは逆回り、そしてね、コースリボンでございます。リボン新しくなりました。チャリティーの時からまた変わったんですか。ええ、またね、ちゃんと名前も入ってね、はい、あのアルファードジャンプですとかね、はい、いろいろジャンプありますけど、アルファはアルファで、ほら、埼玉東京ペットカップさんですけど、でね、一番の意義なのは従来の竹やぶのバックストレッチって言われたら5番ポストから6番のかけてのはロングストレートが 170m なんです、はい、測ってきました。測ったんですか。測ってます。で、そこのところの 170m のところが微妙なウェーブなんですけども、はい、これポイントがね、その5ターンの立ち上がりがね、ザックザクなんですよ。だからラインがね、こう毎回変わってくるみたいな、ね、だからそのストレートでグッていきます。そして6ターンでグッと戻ったら日本最長のフープス連続超小ジャンプですわ大事なところで神々じゃないですか。すぐやってください。つまりね、17連で 100m、 今回私名付けました祭り、ま、祭り、お祭りの祭り、鈴木大輔選手の FMX のあれですか、こういう、まあ、っていうかもう祭りっていうの名前にしましたから、そのストレートはなぜですか。いや、だから踊るみたいな。ああ、踊るもん、踊るみたいな感じで。じゃあ、EXILE でも、まあ、一応祭りというか、で、祭りのところのね、今日こなし方見てて、各ライダーね、いろいろ悩んでた、はい、17個もあるから、どうしようって感じで、223でやろうとして、でもね、やばかったのはね、はい、安原君がね、はい、クーパーウェイを思うような、あおっと。もうやばかったっす。あのね、ほら、今フープスってこう何個飛ぶっていうのね、そうそう、ワーンっていくのがあるじゃん、はい、それをね、試してバッチリ決まってたら、おー、ガッテンですか。いや、ちょっと、ガッテンやばいけど、安原くん。それとね、あとね、三原くんも三原くん、てめえ、もっと痺れたのは、もっと4番の厚田選手がね、果敢にワーンワーン決まってました。なるほど。でもね、それ一番早いのは成田君なんだけど、成田君見たかったんですけど、今日見れなかったけど、今回だからその3人が
感にそのねロングフープス祭りを決めてたのがね象徴的。じゃあ恩田さんから予想してもらいましょうか。あれもういけないですか。いけないです。 IA1 IA1 クラスですね、はい、成田明選手です。走りを見てないのに。走り見なくて、その前の日に僕はセブンイレブンで会ったって言ったよね、はい、セブンイレブンで会った時に、はい、グッて絞ってた。あのね、まあみんな知ってる人いると思う、あの人ちょっとシーズンの時グッてなっちゃう、はい、で、シーズンスタートしました、はい、皆さんが撮ってくれたあの画像でもグッて絞ってたからどのぐらい絞ってんのかなと思って、はい、セブンイレブンで降りてきた時に、はい、グッて顔見しました、はい、いい体になってる。もう見てる上から見てもね、はい、衣服の上から見ても、はい、今回はもうね万全だね。確かにいろんなところが痛いっていうとかあるかもしれないけど、あの万全はもうね特にお首と彼のね相性の高さが最高でございますんで、まあ、また今回も夢よりも欲しいということで成田明さんでございます。違う、直してあげたいですか。いや、何ですか。もうほとんど治ってるでしょ。そう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 、九州で見た時はこんな言い方したらあれですけど、まだ結構ぽっちゃりしてましたけどね。いやもう、だって顔がさ、はい、スッとしてぽっちゃりですけど、スッ、うんうん、いや、まあ、デブエルなんですけど、そうそうそう、本当にね、やっぱあこれはちょっとね、三十桜のライダーがね、ダウンだったから、結構厳しいなって感じでした。なるほど、はい、なるほど、成田選手ですね。じゃあ大島さん行きますか、とりあえず。じゃあ一回お休みで、休みで一緒行きます、はい。ゼッケン331番、新井宏明選手。おー、その心。開幕はちょっと調子が良くなかったんですけど、ただ僕、土曜とか予選じゃない、練習、公式練習、日曜日のとかまでは、そんなんかむしろいいなと思ってたんですよ。だから、まあ、マシンも新しくなって、調子は悪くないと思うんですよね。だから、ちゃんとお首、地元、来るんじゃないかなという。いいっすか、それ。どうぞ。今日、見てたんですよ。はい。新井さん。あ、それさっき名前出てこない。入念にね、はい、入念にね、はい、スタートから1コーナーにかけてのコンビネーションをね、はい、もう、ほとんど練習時間の後半、ほとんどそれにかけて、うん、スタートってことですか。もう、とにかくそのスタートから1ターンに向けてのね、はい、この、一から出てどう貯めていくかってことをね、はい、ディスカッションしながらね、かなり念入りに走り込む。あとね、彼の場合特に今回見てたのは乗る時間よりか、はい、他のライダーをねコースの一般のところでね見る時間が非常に多かったんです。なるほど、はい、結構研究してるんですね。いやだからなんかね多分いやまたほら新井さんスペシャル出してくる可能性があるスペシャル、はい、新井スペシャルですね。ですね、はい、はい、どうぞ。僕はね、本当ごめんなさい、小島洋平選手。ごめんなさい。電話した時に予想しないでって言われたんですけど、前回ね予想しなかったけど調子良かったんです、ね、そうなんですよ、予想しない方が調子いいって言われたんですけど、はい、ごめんなさい本当に。いいですか、はい。小島さんはね、小島さん実は今回の中で熱田君と一緒に、はい、鈴木杖がね、はい、かなりね練習すごかった、ね、時間をしっかり、もう時間をしっかりしてね、小島君がね、一番こだわったスタートの横にカメラを設置して、はい、何度も何度もスタートの練習やってましたよ、はい、だから多分スタートの加速の仕方とかそういう部分で、あとね、こう、まあ私が言ってるこうスタンドとか見たんですけど、はい、サスペンションのエンジニアとディスカッションしてこういじったりコンコンっていくのやってね、コンコン一番ね、こう乗りながらやってたから、洋平君ね、洋平くん、本当お願いします、勝ってください、うん、この間ちょっと表彰台の時に、はい、まあ、開幕戦とりあえず表彰台上がれてよかったですみたいなコメントがあったんですけど、うんうん、まあ、勝ってください、勝ってほしい、勝ってください、みんな待ってます。みんな待ってます。まあその辺はありますけど、じゃああとなんかフリーな感じで、フリーはやっぱでも星野優衣選手、優衣くんね、今日練習してましたよ、うん、はい、ただちょっとね、フープスの乗り方がね、はい、1個ポポポポンってやればね、やっぱ2位なんかこうちょっとオールドスクールじゃないけど、リズムに持っていこうとしてるのは彼だったね。うん、尾形くんもそんな感じ、うん、見てて、まあでも、レースまでは怪我しないことだ、まあ、そ
センスもあるしね。そうそうそう。あと、まあ、やっぱ熱田選手は早かったですからね、開幕から、仕上がりは今年はいいって、まあ、言ってますので、今日の練習もね、やっぱいい感じ。あ、本当ですか。うん、だから冗談抜きで、はい、熱田さんか成田さんか悩んだんですけど、はい、とりあえずこう袋切らないでポンと上げた方が面白いから成田さんっていうのをお願いしてみたいので、うん、熱田さんの線はね、あのマジありだと思います。今日の練習見てた中で総合的に割と気分よく乗ってたなっていうのは鈴木勢の小島さんと淳さんで、ね、そういう分ではいいかもしれません。そうですね、僕個人的に、はい、ってガッツァ選手は、うん、あのスピード感が昔に比べてちょっと落ちちゃったかなっていうか、一発の、そうですね、うん、まあ昔だったらスタートからバーっていって、うん、そのままダラーっと走って、うんね、1位でゴール、うん、最近ちょっと辛そうです。そう、まあ、ちょっとスタートがね、やっぱ今試行錯誤してるって言ってたので、はい、本人も。で、そこがね、決まればまた前みたいな展開。先行に逃げ切る。先行はね。あとね、やっぱさっきの浅川君が、浅川君はね、ヤマハと秀島チームを全部背負ってるわけだから、はい、とにかく懸命に練習して、うん、はい、かなりみんなで一生懸命、タチキヨさんもきっちりくっついてね、はいはい、教えてたし、でもね、やっぱり見てて、あの体のでかさはやばいね。あれは結構いいですね。うん、で、ノーズカ君も練習してたのね、うん、見てたけど、はい、あの二人のでかいやつは、あの連続17年フープス祭りをね、ある意味攻めてた。だからあの巨人2名のね、あのそのフープスの走りはちょっと面白いかもしれないですね。レブイはハート、田中選手もあるのか。そうなんですよね。オープニングラップじゃないな、オープニングラップか、トップ走ってて九州ヒート2なんですけど、やっぱこれはなかなか胸が熱くなりましたね。もうレースマニアのおっさんたちにとってはもう田中隆瀬来ちゃーって感じだ。表彰台でもすごい声援がね多かったですね。でただまあ田中選手にとってはオフビって、そうなんですよ、怪我をしてる、そうなんですよ。ここはだからもう抑えて8番にゴールです。8番でね、8番でゴール、まあとにかくここを乗り切ってもらいたいっていうのはあります。で、ね、広島とかで、そう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 、プルシーズンでね、戦ってもらいたいのがありますもんね。はい、で、平田君の怪我はどんな感じだ、まだ入ってないんだよね。第2戦まで正式に出てるじゃないですか、うん、でもやっぱそれは物理的にくっつくとつかないっていう領域なので、その後、第2戦以降ぐらいから多分やっと、まあ、筋力を取り戻すとか、うん、リハビリするっていう状況になると思うんで、うん、ちょっとまだ9月の前半ですかね。うん、でまあそれはちょっともうちょっとね早いから、もうちょっと早いから、6月の都合でしょ。6月の都合、レブイバー、レブイバー、やっぱメーカーさんとしてもせっかくのこういうファクトリー体制なんで、ちょっと半端な状態でっていうのはできるだけ避けたいと思うんですよね。きっちり直して立てる状態にして出てもらおうっていうところまでは、まあ、きっちりやると思うんで、ちょっとそこはみんなで待ちましょう。待ちましょう。そうですね。はい。まあ、そんな形の I1 でございましたね。そう。ちょっとゲストライダーがいる、ゲストというかゲストじゃないな。モンゴルから、モンゴルからキースポーツでね、はい、海外ライダー、ハリオンボルグエルティビング。太田さん、叫びがいがありますよ。これどうやって、エルテミングですかね、分かんないけど、まあ、中継してますけど、ね、この人がホールショット取るかもしれないから、叫ぶ用意しといた方がいいですよ。ハリオンボルグエルテミングですか。そうです。なんか、スノートに見てな、はい、頑張ってみたいと思います。はい、続いて、